皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所、中フグローバルストラデジストの香川です。本日の動画でわかる投資とマーケットは、インド株式の優勢は続くか、注目 ETF はおしめ買いの後期というお話をさせていただきます。もしお話がですね、わかりやすければ、チャンネル登録と高評価のボタンを ぜひお願いしたいと思います。え、それでは最初のスライドをご覧ください。え、まずはですね、世界全般のマーケットの動き、まあ、相場は相場に聞けと、まあ、いうことで、ちょっとこう、チャート化してみました。え、これはですね、年初来の一番上がニューヨークダウ平均、青い太いラインですね。このニューヨークダウ平均と50日移動平均線8月から9月にかけて株価調整がありましたけれども、 ま、いわゆる秋の株安。これを消化してですね、戻り基調に入っております。市場最高値が視野に入ってきたと。昨日ですね、10月21日は、先駆けて S&P500 株価指数が市場最高値を更新いたしました。そしてですね、黒いライン。これが日経平均と50日度平均線この9月から10月にかけて下落した分のいやいや半分ですね。 これを取り戻してきたと、まあ、足を引っ張っていたのが、ですね一番下、まあ、中国、まあ、いわゆる香港反戦株価指数、恒大集団のですね問題、まあ、不動産バブル調整の問題はあるものの、まあ、悪材料を相当程度織り込んで、こちらの方もですね底入れ感を鮮明にしてきていると、まあ、おしなべていることは、内外の株価指数は戻り基調ということですね。 次のスライドをご覧ください。えー、本日はですね、一番最初にお話をした通り、インド株式について少し掘り下げてお話をしたいと思います。こちらのチャートは1年前、まあ、2020年の10月の最小100といたしまして、上から申し上げますと、緑色がインド株式、青色が米国株、黒い細い線が日本株、 で赤いラインですね、一番下、これが中国株、世界の機関投資家が注目する MSCI 株価指数ベースで比較したものです。まあ、簡単に申し上げますと、ですね、中国株式と、そして一番上のインド株式、こちらの形状を見てみると、ですね、このワニの口と、まあ、言えるぐらい、ですね、非常に格差が出てきているなというのがお分かりになると思います。まあ、インド株式についてはですね、 まあ意外にも、米国株よりも好調とまあいうことですね。この背景について少しお話をしてまいりたいというふうに思います。次のグラフをご覧ください。こちらはですね、10月の12日に IMF 国際通貨基金がですね、発表した最新の世界経済見通しです。 いわゆるですね、実質 GDP の前年比の伸び、実績と予想ですね。2020年は大きくコロナ危機で落ち込みましたけれども、2021年については、世界ベースでプラス6%、米国が同じく6%、中国が8%のプラスというふうになっておりますが、緑色をご覧ください。これ、インドなんですけれども、 中国よりも高い9.5%のプラスが予想されていると。で、来年2022年についても、まあ、こちらですね。インドがプラス8.5%と、他を圧倒するということですね。えー、つまり、2020年はあいろんな他の国と同様、まあ、ロックダウン、まあ、コロナ危機のですね、影響を受けて落ち込みを余儀なくされましたけれども、まあ、 復興といいますか、まあ、高度経済成長期待の復活といいますか、インドの高い成長率がですね、えー、予想ベースでーこう強く見込まれていると、まあ、いうことが、まあ、株式市場のですね、県庁を支えている要因だというふうにまあ思います。まあ、具体的な事例を申し上げますと、インドの8月の高工業生産指数、前年同月比でプラス11.9% 伸びました。で、9月のですね、インドの輸出は前年同月比でプラス21.4%伸びてますね。まあ、あの、いち早くですね、インドの場合は感染大爆発が起きましたけれども、まあ、その結果ですね、抗体がですね、まあ、広がったと。まあ、いうことで、集団免疫、これがですね、実現しつつあるんじゃないかと。まあ、いうことで、実はインドのですね、 新型コロナ感染動向っていうのは、ずっと収束に向かってきております。まあ、したがって逆に言えば、経済復興が進んでいるというのがインドの経済実態ということですね。こちらちょっとご確認ください。インドの感染動向は収束傾向。まあ、先ほど申し上げましたけども、まあ、デルタ型。これはですね、インド型とも言われますね。 最初にインドで発見された新型コロナウイルスがデルタ型と。で、これ見てみますと、2021年の春、感染が大爆発しました。で、死者数もですね、赤いラインですけども、左軸、まあ、週平均ですけども、かなり増えましたですね。 まあそれからですね、えー、先ほど申し上げましたけれども、集団免疫が進んできたんじゃないかという専門家の見方もありますが、まあ、確たることは言えませんけれども、まあ、ワクチンも徐々に復旧してきたということで、このかなりです、ね、直近といたしましては、えー、収束がです、ね、落ち着いてきたということですね。まあ、こうなってまいりますと、経済活動も、まあ、生産、輸出、 まあそういったのも含めて、まあ、拡大、えー、回復傾聴をたどっていると、まあ、こういうことになります、えー。それからもう一つですね、こちら見てください。えー、これはですね、米国 ADR、まあ、すなわち、米国人、あるいは外国人でもいいんですけれども、米国にいながらしてですね、えー、米国から見た海外の証券に投資できる。 ものが ADR というものがあります。まあ、要するに外国株式の予託証券ですね。米国予託証券。この ADR のですね、インド ADR 指数っていうのと、中国 ADR 指数っていうのがあります。まあ、つまり、インドのいろんな株式、米国に上場されている株式の集合体の平均指数。で、中国の企業で、 その米国に上場されている ADR ・予託証券の平均株価指数ですね。これ見ていただきますと、ですね、まあ、明らかに大きな格差が生まれているということです。この背景は何かというと、一言で言うと、ちょっと中国からですねインドに資金、まあ、お金の流れがですねシフトしているのかなというような印象を持っております。 中国はご存知の通り、米国と経済的な、あるいはまあ軍事的なですね覇権争いに転じているという中で、共産党政府当局はですね、IT 企業、教育企業、不動産企業に対する締め付けを厳しくしていると、まあ、いうことで、本土の株式もそうですけども、中国 ADR の株価が低迷してきたということです。 インドはどういう国かっていうと、まあ皆さんご承知の通りですね、もう人口はですね、やがて中国を抜いていく。で、若年層が多いと。まあインドのですね、平均年齢は28歳と言われておりますね。そして、このインドのですね、実質成長率は高いというだけではなくて、政治体制はですね、議会制民主主義ということです。ですから皆さん、スクワッド、 スカッドっていうですね言葉聞いたことあると思いますけれども、インド、オーストラリア、米国、日本は民主主義と、それから太平洋地域の平和安定を守るために同盟関係にあるということですね。ですから、まあ、分かりやすく言うとですね、中国に投資するのもまあいいかもしれませんけれども、インドに投資する方うがまあ安心かなと。 まあいう動きをこの ADR 指数ですね。の相対的な動きから見て取れるかなということで、まあ中国からインドへのシフトが見られるというふうに思います。さて、こうしてですね、インド株式に投資するにはどうしたらいいかとまあいうことですけれども、まあ ADR に投資するという方法もあります。ただ、インドの現地株についてはですね、 取引価格が高いとか、まあ、個別銘柄のリスクはもちろんあるわけでございますので、簡単にですね、このインドの高成長期待、まあ、相対的な高パフォーマンスを、まあ、ポートフォリオに組み入れるにはですね、ファンドを活用するという方法があるわけですね。まあ、そのために今日ご紹介したいのは、東京証券取引所に上場されている ETF があるということです。えー、コード番号一六七八。 正式名称はネクストファンドインド株式指数ニフティ50連動型上場投資と言います。ニフティ50というのはですね、インドの有料大手50社ですね、流動性の高い、そういった大企業で構成されている株価指数です。こちらのですね、取引価格をですね、 2018年から追いかけてみましたけども、まあ非常にですね、パフォーマンスが好調であると。まあコロナ危機以降ですね。これがですね、お分かりになると思います。200日移動平均線に沿って非常に高いということですね。ただですね、このやはり ETF ですので、まあマーケットの需給に結構揺れることがあると。まあ本質的な価値、ネットアセットバリュー。 つまり、ポートフォリオの価値とずれてですね、上げすぎることもあるし、下げすぎることもあると。で、今見ていただきますと、このインド株式 ETF、こちらはですね、株価がですね、急上昇して下落しております。で、今いくらぐらいかというと、まあ250円弱ですかね、という形になっております。で、私結論といたしましてはですね、 まあ短期的な株価の動向というのはなかなか予測しがたいわけですけれども、このインド株式のトレンドは先ほどつつ申し上げた通り、いろんな要因を考えますと、このインド株式 ETF に投資をしていって、資産運用にはコア・サテライトという言い方がありますけれども、サテライトの部分でインドの株式ポートフォリオを資産形成に取り組んでいくうで、 この ETF っていうのは役に立つんじゃないかなというふうにまあ思っておりますので、えー、まさしく今このインド株式 ETF がまあおしめといいますか、まあ、下落しておりますので、まあ、この辺からですね、時間分散、マニュアルのですね、積み立て投資ですね。まあ、こういったところでこの ETF を買っていくというのも一つ検討に値する投資手法じゃないかなと。 まあいうふうにまあ思います。なお、この ETF ではですね、えー、最低投資単位が100口です。で、今、1口あたりですね、250円弱で取引されておりますので、最低投資金額はですね、2万5千円弱ですね。2万5千円弱から、このインド株式のポートフォリオを手に入れることができると、まあいうことですので、ご興味を持っていただければな、というふうに思います。 本日のお話、分かりやすければ、登録ボタン、そして、いいねボタンの方もお願いしたいと思います。本日は最後までご清聴いただきまして、ありがとうございました。